最近の若い人の中では油を嫌う傾向にあるんだけど、八宝菜のトングバージョンだから中華料理なんですよ。中華料理は油ケチったら美味しくないです。なんでかっていうと、油っていうのは旨味も感じるんだよね。大さじ1って書いても小さじ1杯とかしか入れない人いるんだけど、それやってももちろんいいんだけど、うまくなくなります。油は旨味だっていう風に覚えておいてください。油が嫌だったら和食を作った方がいいです。中華を作る時は油ケチちゃダメ。もう絶対に油がないと美味しくなくなりますから。これって旨味なんですよ。ただただ焦げつかせなくなるだけのもんじゃないんですよね。できればケチになってくださいね。海外の料理って油っこいの多いじゃないですか。基本的にイタリアンとか中華とかもフレンチとかも全部油使うんですよ。日本はほとんど油使わないじゃないですか。あれなんでか分かりますか？だし文化だからです。だしをいっぱい使う、料理だと油が少なくても美味しいんですよ。だから海外の料理ってだしあんま効いてないですよね。だから油を使わないと美味しくないんですよ。